今日はですね、ゲスト一人お呼びしてます。聞くところによると、なんかプロサッカー選手と。ポジションはどこになるんでしょうか？ポジションはゴールキーパーです。はい。なんかあれなんですか、選手紹介で言われる、はい、なんかこうキャッチフレーズみたいなのあるんですか？最後の砦で来たこれやつれ。はい、というわけで移動してまいりました。こちらが、シンジ君ですね。残り10分、仕事前のそこの時間で釣って帰るというエクストリームフィッシングを今仕掛けています。そしてここが黒ひょう、そしてピーマンさんですね。そしてこちら一番右、ここが、最後の砦となっております。各自ね、いろんな思い、そしてね、立場がそれぞれありますんでね。まあ僕は僕の釣りをしていきます。富士山ですかね。いつか僕もあんな風になれるようにやっていきたいと思います。行ってきます。いやー、ここはかなりだだっ広い感じのサーフですね。ここも遠浅っぽいんで、ちょっと軽めの 14g ですね。一番軽いサイズのクイックセット。一応ベイトはちょっと、あ、本当ですか。マイクロちっちゃいですけどね。ちょっと手前ちょんちょんフィネスにやってみよっかな。僕らサウナーじゃないですか。はいはい、宇宙と交信。まあそうっすね、はい、昨日もね、無事宇宙とつながってきましたんで、はい、はい、更新してきました。つながれました。つながりました。あ、そうっすか。つながります。そっち系なんすね、はい、久しぶりに深く入りましたね。ああ、そうっすか、はい、ナイスギャラクシーでしたね、はい、あら、黒ひょうは黒ひょうジャックかましてるな。あれ、みんなそれぞれなんか思惑があってやってることが違う。ああ、なんか鳥いる。沖の方で取り刺してる。ちょっと戦略変更、ちょっと遠く飛ばしてみようかな。根本から作戦を見直しました。距離出して、あそこまでさすがに届かないですけど、おこぼれを狙う、おこぼれフィッシング。全然届かねえわ。敵は取りますんで。任してください。あいつらに届けと言わんばかりにキャストしてるってことですか。絶対届かないです。12g。 あ、ワームスか。手前にね、ベイトおる。手前もおったんで。あ、そっちを狙ってるんですね。ここにおるやつは、さっきまでシラス船団が2隻おったんですよ。はい、それで網引いてって、でそれの残り、網から漏れたやつを食ってたんです。網から漏れた残りシラス、まあ、ここのね、流れ込み、やっぱ流れ込みが大事っすよね。ここにね、流れ込んでると思うんで、流れ込み周り切れてる。はい、というわけでちょっと魚が釣れませんので、まあ一旦ちょっとね、魚を釣ることを諦めてみようと思います。ネバーギブアップの精神は残しながら、まあ皆さんにね、最後何にもないとあれなんで、と今からね、プロスポーツ選手 VS プロフィッシングアングラーの飛距離対決っていうのをやってみたいと思います。おー、すげー。気づいたんですけどいいですか。はい、ロッドの長さが、まあタックルがね、まあ一応言っときましょう、馬力違いますと。まあまあ、これはいつも使ってるタックルでっていうことで、まあイーブンな状況ではないかもしれないですけど、まあ、このタッパーも違います。まあそうですね。このストーンかなりね、階級も違えば道具も違えば、それでもこのタックルだったらどのぐらい飛ぶの、このタックルだったらどのぐらい飛ぶのっていうところも分かるとは思うんで、私の方は、サーフトライブの SLS、 これプロトロットですね、はい、9フィート6インチです。リールが4000番、うん、でラインの方が、B の 0.6, 0.6、ロンキャストの 32g。 対して西部さんの方のタックルは 10.5、 10フィート5インチで、 P ラインが 1.0 で、同じくルアーは一緒と、はい、楽しみですね。ピーマンさん、ちょっと解説の方に入ってる、ね、解説的なもの。じゃあ皆さん今コメント書き込んでくださいね。まあ別に当たっても何もないですけど。まあそうっすね、まあ、僕の予想だと釣りジャックを代表してるんで、イクマさんに 30m ぐらい差つけて勝ってほしいなって。今回ちょっと巻き取り量での勝負になりますんで、3投で一番長い、一番長いを取りましょうか。お二人握手していただいて検討を、まあ、そこ
そうですね、スポーツマンシップに。ちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃかちゃちゃん、ちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃん、全然ちゃう。パワーやっぱ違いそうっすね。もうね、雪の人全然違うじゃあちょっと先行高校を、最初は結構高校で西部選手、一投目、おー迫力あるな。うわ、まだ上がってこない。30 いきなりの好記録いや、えげつない記録が第一投目から出てしまいました。いや、これは高校の黒豹に大変なプレッシャーがかかったんじゃないでしょうか今シーズン1回肩を壊してますんで、はい、その手術がちゃんとうまくいってるかどうか。肩壊すのにもう結構大変ですからね。そうなんですよね。僕はロッコの細さが気になってはい、こっからいきます。はい、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、1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 15、
22。うおー、122。2投目はドロー。さあ最後どうなる。100分的には結構な差があると思うんですけどね。はい、125。ああ1投目の130。さあいいっすいいっすよ。ああちょっと水分をしっかりとって、おしっかり取りましたね。駿河の黒ひょう隊最後の砦で、はい、そういうことです。119というわけで、天皇杯、天皇杯は最後の砦で西部選手に輝きました。おめでとうございます。ありがとうございます。だけどもうタックルが全然違いすぎた。あの、ね、最初のキャストからすごかったんですよ。すごかったっすよね。向こうで見た時から音違う、音違うっすよね。一瞬でも上からじゃなくなりましたね。そうそうそう、あもうこれダメだって。僕はねそこ感じるの早いんで。すごいこの、このそう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 、一回投げさせてもらっていいですか。ああいいっすね、それもやってみましょうか。久々になんかこのガツンサコスター、あーかなりパワーのある感じの、これ投げれない。おお、はい、出ました。そんな気がしました。記録、はい、
134回転。うわえぐえ。しかも一投目ですよね。普段使ってないというわけで天皇杯は西部選手から生駒選手に移りました。おめでとうございます。出せるもんすね。他の竿でも出ないと思ったのか。出ましたね。自分でもびっくりした。やっぱりね、体を鍛えるっていうことも一つ大事ではあるし、まあ、テクニックを磨くっていうこともね一つ大事だなっていうところが分かりました。ちなみに身長はどれぐらい？私ですか。そうですか。最後私投げるんですか。ジムさん、ちなみに目標をどれぐらいに設定？100。目標ですか。あ、最低80ぐらい。ハードルの設定が割と低めじゃないですか。最高、まあ最高はね、そりゃ135いきますよ。あ、おっと、いろんな奇跡を演出してますからね。なんかいろんなことがね、はい、キャッチして奇跡が起きる可能性もありますよね。確かにめちゃめちゃ風吹くかもしれないですから、ね、そう、その瞬間だけパッてなんかが吹くかもしれないんで。今風来てます。ちょっと風来てます、ね、ちょっと来てますね。いつかね、僕もその3桁の壁越えたいなと。またちょっとね、来年の天皇杯出場に向けて練習して頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。